腕が面白いくらい触れる方法総集編です。面白いぐらい腕を振るというね、腕を振る動作というのはやはりただ体を回転するだけではなかなか難しいんですね。ですからまず体を回転するという動きの前に、2つの動作が、必要になります。1つはまず足腰のまず切り返しの踏み込み、まあ、腰のキレでですねクラブを引っ張っていく動き。ただヒットするところですね、ボールをヒットするところは体の回転を止めてこのように腕を振り、で最後に引っ張られて足腰を使う、まあ、そのような感覚の方が腕を振りやすい。そして腕を鋭く振るための2つの動作をちょっと説明してみたいと思います。まずはバックスイングからダウンスイングかけて、まず左腰 に体重を乗せて、その後に右足に乗る、左から右にこのように逆流する動きですね。左に乗り、そして右に乗ると、つまり動きの一方通行ではなくて左から右への逆流から、右足の蹴りが生まれるということですね。左腰で引っ張ってその止めてあげると腕がこのように振られる。左の腰にまず引っ張って腕が持ってかれてですね、その後に腕が振れる瞬間に今度は逆に腰を止めてあげると腕は体の正面を通り抜けてくれると。そしてそれに引っ張られて体が回るとということで、まあ、体の回転の動きまで入れると3つの動きになりますね。この腕を振られた、引っ張られて体が回るような動き、この3つの動きですね。この体の動きをシャフトのしなりで、説明するとですね、左に乗せるときのしなりはこっち、右に逆流するときはこっちですね。シャフトのしなりと体の使い方のこうしっかり理解する、こっちのしなりともう1個の方のしなり、左に体重を乗せる、右足に乗せる、そしてそのまま一気に最後まで、このしなりと体の動きの関係性を理解 してください。ですからまずはトップからダウンにかけては右足から左足に乗せる、そして腕を振る瞬間体が止まって右足体重、そして引っ張られて最後体の回転でフィニッシュまで行くというような展開ですね。この一瞬の止まる動きですね、一緒にこう一方通行で行くのではなくて腕を振る瞬間を作る、まあ、こういうようにただ体重が右に逆体重の方もいますが、まあ、そうならないようにですね、振り抜いた後はだいたいこの位置で収めてください。後ろまで倒れないように気をつける、足を測りやすく左に乗って正面で終わるような感じですね。左に強く踏み込んでシャフトがしなり、そしてしなり戻りで体の正面、この時に体が足が逆流正面に戻る、アドレスに戻るような感じですね、まあ、そうすることでヘッドが鋭く走る、この逆の動きですね、まあ、いわゆるツイストの動きを入れてクラブに推進力というか走る動きを入れていくと、その後に蹴りが生まれます。まあ、最後の蹴りでフィニッシュまで鋭くフィニッシュまで収まるというような展開、ここまでが最終的な動きにはなるんですけれども、腕の鋭い振りがないとこのフィニッシュまで一気に振り抜くことっていうのはできないんですね。ですからまあ展開でスローでいくと、この左に乗せる体重逆流、そして腕の振りで足が最後までいくと、この展開をまず理解してください。まずスローで、まあ、実際こういうイメージですね。ではまあ具体的にですね、この腕の振りをもう一度、鋭く使うためにどうしたらいいかちょっとお話ししていきます。まあ、腕と足を逆に使うというのは、まあ、一方通行に腕が振る方向に進むときに足を逆に使うことでより腕が鋭く振れると、このような展開です。つまりこう左足と右手でこのように逆に使って腕を振る練習をしてみてください。こう、 うまく同調して逆に動いてくるとここで交差するような、そうすることで、腕が振られます。同じ方向に振るとね、このように鋭く振れないことが分かると思います。これの逆ですね、左足も同じです。振り抜くときに引き剥がされるように離れていきます。ここで交差してこういうふうに逆に動いていく、こうすることでクラブが鋭くこのように振り抜くことができます。これね、ボールを打つよりも素振りでいいと思いますね。実際打つとなかなか難しいんで、
ただここでちょうどこう交差して逆に動いて腕と足、左腕と右足が離れていくような、まあ、このメカニズムが分かると腕を鋭く振るというかね、腕の振り自体のイメージが非常に分かりやすいです。腰を切った後にこのように腕を鋭く振るという考え方というものが非常によく、理解できるかなと、このような動きですね。だからベタ足で振る、時にですね、まずは一度足を使って、引き合いを、引き合いですね、その後にこの引き合った瞬間ですね、この後逆に足を止めて腕が鋭く振られると、まあ、先ほどの展開がより、強調されたスイングということになります。そして左足の使い方を理解するドリル、このように逆に使う練習ですね。ちょっと難しいですけども、まず左足を動かす、その時はまだクラブを動かしません。でテイクバックしながら踏み込む、ここで逆の動きになり、そしてまた腕を踏み込んだ後にもう一度左足を逆に使う、そして腕を振り抜くという方法ですね。そして次に右足の使い方を理解するドリルになります。まあ、その逆ですから、今度は右の足ですね、このように逆に使う、初めから右足を使いながらクラブを引いて、このように逆に使い、ダウンスイングで今度はターゲットと逆方向に足を使った時に腕を振ると、このような動きになります。つまり足と腕が同じ方向に動かない瞬間が腕を鋭く振る、タイミング、瞬間の動きになるんですね。ですからこう手だけで振ってるように見える方が、実は足をこう逆に使い地面を踏んでいるということが、まあ、この動きは、ね、少し極端な例なんですが分かると、まあ、実際のスイングだとこのように一瞬足が止まるぐらいにしか分かりませんが、腕が振れないというね、鋭くクラブを振ることができない方はこのようなトレーニングを、まあ、ボールを打つのは難しければね、素振りでもいいので練習してみるといいと思います。そして最後に、電電太鼓式の腕の使い方というお話になります。まあ、電電太鼓だから、まあ、太鼓のね、叩く、ものが胸板になります。で腕が、叩く、実際の、まあ、バチということになるんですね。トップから切り返して胸板を叩いてみると分かります。どういうイメージかというと、まずこの左腕ですね、切り返しの瞬間です。ここまでまず体が、まず胸板が回って、ここで叩く感じです。ここで体回して、ここで胸板が叩く、胸板をこう太鼓のように叩くように一瞬叩いて、まあ、自分もそれもね、自分で叩くんではなくて叩かさるというか、切り返しの瞬間の反動でここで胸板に腕が当たるという感覚です。これがいわゆるですね、電電太鼓ということになるんですね。切り返しで一瞬腕が胸板に当たり、その反動で今度はフォローする、振り抜かれる。ただこう腕で叩くんじゃなくて、こう叩かさるような、こう腕が脱力された、まあいわゆる本当の電電太鼓のような紐のような状態ですね。この動きにより腕が振られるということになります。まあ、これがまあためという動きになるんですね。この一緒に動くんではなくて、ね、ですから竹とんぼのような動きではなくて、少し電電太鼓のような少し柔らかい動きが必要になってきます。ここで叩く感じで、この後戻る、そうするとどうでしょう、かなりのためが生まれると思います。まあ、太鼓を叩く瞬間、ここがためということになるんですね。左腕で胸板を叩く瞬間、ここがためということ。まあ、この電電太鼓の瞬間ですね、そこを切り返しの瞬間で意識できるかどうかの練習、まあ、それはですね、先ほどの胸板を叩く練習をしてみるともいいと思います。まあ、腕を鋭く振る、ためにはまず必要になってくるのが足腰の動きなんですね。トップから切り返して左にここで乗ること、で今度は逆流で戻る、この動きで腕を鋭く振ると。そして腕と足とは、常に瞬間、腕を振る瞬間逆に動いているということを理解するといいと思います。まあ、そしてそれをより電電太鼓とかね、違う、イメージね、ものでイメージしていただくと、よりその腕の鋭い振りの感覚が理解できると思います。皆さん練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そして次にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。